怪獣には、素晴らしい作品をありがとう。オープニングなしスタート。まひるちゃんかっこいい。木村ちゃんの恥を交渉に使う。バズと炎上を分かつのは美学、かのまま、才能の奴隷ではなかったのか、意外と深いことをおっしゃる。バズと炎上を分けるのは美学があるかどうか、って名言だな。ひょっこり出てくるキウイちゃんかわいい。寝取りされた元カノからのチャンスが。まひるさんが気づいたらイケメンになってるんだよな。俺も傘持っていかなきゃ。ババ親子も来ちゃうのね。もう本番か。スピーディーですね。キウイちゃんかわいすぎくらいっす。ゆきねぴ&まひる仲いい。さすがクリエイター。本物の娘より仲が良くなってて私も嬉しいよ。まひるさんも早いっぱしのプロデューサー。あ、母親に寝取りされた現場を。ののたんのお墓へ。母の隣で一見楽しそうなまひるを見るのはまあショックよな。サンフラワードールズのライブからスタート。脇のサービス旺盛なアイドルいいね。お金ってすごいですね。エスカレーターで履けるの面白い。意味深なすれ違いカット。因縁物に囲まれてる、嫌だな。痛々しい、痛々しすぎるかのちゃん。民衆の悪意きたね。頑張れかのちゃん。MC の人めっちゃ喋ってて草。胸いっぱいお腹いっぱい曲始まっちゃった。ジェリーちゃんに悲しい顔はさせられないよな。ちゃんと前見ろバカ、メロがここでそれを言うのか。見ろバカの意味大きく変わる瞬間か。目の前にプロジェクトマッピングのクラゲと夜に大きな水族館が。おお、呪いが溶けていく。ここでメロが背中押すの良すぎるだろ。あのやる気を感じられなかったメロさんが。広告収入全部ベットした、お金ってすごいですね。キウイちゃん人を働かせることもできるのほんと万能。本当は前のライブで咲くはずだった、ジェリーの雨傘ほんと良い。まさしく夜の水族館、天も空気を読んでおります。やばい、涙が、最高だよ。なんで降りてきた？いやほんと何やってるんだと。ハンカチ噛むな。イチャイチャしよってからに。久々にジェリー集合である。何気にキウイちゃんが超人的に全て自分が抱え込んでしまうポジから脱却してるんだよな。守りたい、この笑顔。約束守れたね。もうスタッフロール流れてきたのかと思った。ユキネピが異常者だと気づいた？ちょっとどころか、だいぶおかしいぞ。待ち望んだ二人の再会が、これ以上ないほど美しかった。サンドウとジェリーが対等扱いになってるんだからすげえな。みんなが前を向く理由になることが山の内カノが歌う理由になった。カノが掴みきれなかった母親のことをまひるが一緒に仕事して客観的に評価することが一つの救いになるのはなるほどと思えるな。こっちも本名名義。ののかじゃなくてカノ。ゆきねさん、やっと認めてくれた、カノよかったね。本人の許可なしに本名載せるのはいいのか？本名ではないことに意味がある人、本名でも芸名でもいい人、本名であることに意味がある人。どうせ5万人はえぐいな。またすごい数字叩き出してる。ゆきねさん結局重度の仕事人間ってだけで、ありがちな悪役キャラでなかったのがすごく良かった。ゆきねぴマジごめん、本当は悪いやつなのかと思ってた、めちゃいい人。ドーム埋まったら5万人、親孝行できたかな。こういう伝え方すごい、涙が止まらない。また整形したのか横春さん。この人が一番面白かった気が。ババさん32歳おめえ。アイドルまだやってたんですね。めいちゃんのアイドル応援活動はしずえさんになったの。歌い手はやめとけ。そこが仲直りしたってマジ？さすがまひる先生。黒板アート書くの早すぎー。こういうのって数時間半日かかるんだぜ、すご。逆境を糧に変えたキウイちゃんの成長に、感動です。木村ちゃんが押されてる側になってる。木村ちゃんサイン熱い。お出迎え？いやそんなに丸くなっていいのかゆきねさん。めいちゃんのリアクションカット。木村ちゃん何を？脱ぐな、いや脱げ。最後がスマホ撮影ってのがいいな。なんかホラーの導入っぽい。すげえ青春してる縦動画だ。いい最終回だった普通に泣いちゃった。このヒゲは前に出てきたかのパパだよな。みんな手振っててちょっと笑ってしまった。構成うますぎ。ベタだけどやばい。今はただ一言、夜くらありがとう。